ょう。ディスタイルの新しいワープトラスターできましたよ。ミサイズでしょう。スイミング気味に泳がしたら来ました。で、取れた。リグはね、こういう直リグ、後でね、ちょっとゆっくり説明したいと思います。ね、サイズ測ってね、こいつはじゃあ逃がしてあげます。トラスターフィッシュは口閉じの46ね。いやー、結構引いてくれてる。はい、46センチ、ありがとう。こんな感じのね、直リグにねしてみております。で、タックルはいつものレジスタにグラビアスのリミテッド16ポンド、フロロカーボンです。おい、はい、というわけで帰ってきました。トラスターね、結構いいサイズのバスが釣れたんで、こんな感じのね、ディスタイルの新しいねワームということで、琵琶湖のフルガイドプロの日誌プロデュースということで、まあ、常にね、なんか全体的にこううね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 動いてるなっていう印象で、面白いななんて思って投げていたらね、いいサイズのバスが食ってきてくれましたよ。ということで、この丸いボールが互い違い裏と表についていることによって、規則的にね、このこれ手っていうのかな、これがねブリ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 動いていて、でこのねシャッドテール状のね、このテールもフリ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 泳いでいて、結構ねこのね横の手がね、これまたねなんかずっと動いてるんですよね。ね、それで今回使ったのがこんな感じ。家でね、直リグの針で、まあセッティングを作っていって、で、カバーに打ち込んでみようかなーなんて思ってね、準備していったんですけども、ここら辺ね、お気に入りの針と重りでね、いろんな組み合わせとか作れるんで、今回はね、こんな感じ。ガマカツの、まあ、この前紹介したセオライズね、これは40番かな、それにこうスプリットリングをかませて、でここね、これギザギザがついてますが、サニーブロスのねゴロスっていう進化ね、タングステンのこういう純度の高いタングステンで、非常に小型なんだけども重いね、 10g ね書いてあります。 10g でできるだけ、まあなんていうのかな、薄ゴミとかを突き破って、で、誘いたいなっていうことで、今回はね、10g をチョイスしてみました。で、このタングステンがね、小型でキュッとしているから、パスって入れるとね、うまーいことね、ズリ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 ってワームをね、そのカバーの下まで引きずり込んでいってくれる。なんていう目論みでセッティングしてたんですけども、動画で見返してみるとね、そのカバーに奥に打つ前に手前に打ってね、でこうスイミングして、まあ回収したらさらに奥に入れようかなっていうね、雨も降っていた効果なのか、あ、手前でね、スイミングさせたら糸がスーッて走ってね、で合わせたら結構いいサイズでしたよっていうことで、普段ねこんな感じで、まあいろいろもうこのセットになったね、便利な直リグのセットなんかもいっぱい売ってますからね。ただね、せっかくなんでこう自分の好きな重りと自分の好きな針でね、組み合わせて、こんな、簡単なセッティングを使ってもなかなか釣れちゃうよっていうことで、まあね、使ってみて初めてでなかなかブリブリのバスが釣れたんで、一発でお気に入りになりましたが、まあ使ってみての感想というと、ディスタイルのワームね結構あるんですけども、動きがいい代わりにね、ちょっとね素材が柔らかめです。なのでその右でまっすぐね壊れないように、こうやって針をセットするところに厚めのもっこりがついていたりするんですが、それでもねやっぱりねちょっとちぎれちゃったりっていうのもあるんでね。で実際に釣ったトラスターはですね、頭の部分を切って、今ねスモラバのねトレーラーにつけてみております。スモラバっていうよりもまあジグストのトレーラーみたいな感じかな。それでさらにこうブリンブリン泳がして釣れないかなっていうことでリグに直しておりますが、これはねまだこれから使うよっていうトラスターなんですけども、まあ、釣り場では
こんなセッティングで投げてみておりますということでご紹介でした。まあね、これ本当ね、琵琶湖で生まれたワームなんだけども、サイズがそこまで大きくないんですよね。本当イメージとしては 3.8 ブルフラットとかをちょっと小ぶりにした感じっていうね。でもね、ちゃんと厚みがあってこう水をクックックってね押してくれてる感じはするので、でバスが近づいてきたらもう何かしらの部品が多分うごめいていて、なんだかよくわかんないけど食っちゃおうっていう感じになるんじゃないかなということで、まあ、ライトテキサスとあとはねジグのトレーラーでもまたこの後ね試してみたいな。とりあえず今回はこういうジカリグセッティングのね、仕掛けで釣れたのでご紹介でした。ということで本日の釣りコー TV はディスタイルの新しい謎のワームね、宇宙人ワームなんて言われてましたけども、トラスター、これでね45アップのナイスなバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。